We're all one of the best teams from our region. I'm really hopeful if we were to make it to Beijing or Shanghai. Bueno, yo quiero demostrar que la región de Latinoamérica Sur no es tan pequeña como parece. Creo que podemos hacerle frente a cualquier rival y bueno, me gustaría demostrarlo este año. Thì tụi mình đã chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như là các chiến thuật để có thể đối đầu được các đội khác. Tôi nghĩ tôi có thể biểu hiện được tốt. Đa cũng rất nghiêm túc, luyện đến rất muộn. Chúng tôi đội 至少要到射手强。솔직히 위에 올라가는거는현실적으로많이힘들다생각하고그냥최대한많은경험하고갔으면좋겠어요強い相手っていうのも分かっているのでそれでも僕たちもたくさん練習してきたので、まあ、自信持って僕らの方が強い。皆様こんにちは。こんにちは。本日はワールズ2017プレイン D3 の模様をお送りいたします。実況を務めますカツリオンです。そして解説にはデイマンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよ開幕となりそして3日目にも差し掛かろうとしていますワールズ2017リーグオブレジェンド e スポーツシーンの最大にして最高峰の大会になりますワールドチャンピオンシップスその王座をかけた戦いが今まさに始まっています。そして2017リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップの説明をいたしたいと思います。世界中から集結したトップチームが王座を目指して競い合う e スポーツの国際大会です。今年は中国各地で開催されております。そしてこのプレインステージはウーハイ、まあ、武漢とも書きますね。中国のウーハイにて開催されております。そして日本からは先ほども動画の方にも映っていましたが LJL2017 サマースプリット王者のランページがグループ D に参戦しています。世界の強豪が待つグループステージへ出場をかけてプレインステージが行われておりますがそしてまた今年のワールズ2017は全試合日本語配信を行っていきますということになっております。そしてプレインの組み合わせですがこのようになっております。まずはグループ A とグループ B 先日と先々日に試合が行われましたがやはり5大リーグの強さ WE そしてクラウド9ともに1位抜けという形になりそして2位にはライオンゲーミングとチーム1になりましたね。昨日はタイブレークも行われたそういうグループ B でしたね。ただそのタイブレークではチーム1が自分たちのやりたいゲームを行い圧倒的な力でダイアルブスに勝利をし2位を獲得していきましたね。そして今日から2日間にかけて行われるのがグループ C そしてグループ D の戦いになります。やはりグループ C の1位抜けの候補としてはフナティックグループ A グループ B ともにやはりかなり大きなリージョンでは1位抜けになっていますからフナティックもかなり非常に強いチームですからねここ1位抜けというのは確実に近いのかなと思いますね。まあ、先ほども動画の中でレックですが、まあ、上海か北京に行けるということはグループステージに行くよということはまあ明言していますからね。相当な自信がありましたからね。でグループ D からは、日本から LJL の代表としてランページが参戦していますね。このグループ非常に強いんですよね。香港アシチュードそしてフェネルバフチェどちらもかなり強いチーム特に僕実はフェネルバフチェ、試合を見たんですがかなり強いランページとして苦しい試合を強いられるなと思ったんですよね。ただ理由としてはフェネルバフチェのマクロ面ですかねダイブであったりそういうものを非常に得意とするような動きをしていたのでランページとしてもまずそこをどう防いでいくかといったところが重要になりますね。グループ C ではフナティックが まず抜けるのではないかとそしてグループ D、ランページとかフェネルバフチェをかなり意識していたような発言がありました。フェネルバフチェがどちらかというと強豪だということでしょうか。プール的には、香港アティチュードの方が上にいるんですよ。どちらもかなり僕の中では評価の高いチームですね。ただランページももちろん、日本を勝ち抜いてそして今回の国際大会出場していますから、まあ、特にボットレーン、ゆとりもや選手とダラ選手のボットレーンそしてトップレーンのエビ選手も非常に個人技プレー
スタイルもかなり、まあ、キャリータイプのチャンピオンをピックするということもあって幅も広いので、そこは他のチームに対してどのように刺さるかですね。まあアナリスト解説者としても、まあ元々はね戦った相手としてもというそのまあなんていうんでしょう、意見だとは思うんですけれども、まあ戦いはするでしょうけど苦戦はするだろうと。そうですね、ただもちろん勝ち抜けないわけではないです。僕はランページのメンバーを、まあ、ラムネ選手であっても一番今年というかまだ参戦して1年目ですか、かなり短い期間ではありますが成長の速度も著しいですからね。ここまた国際試合ラムネ選手が活躍する、前回も活躍していましたから、その活躍を期待していきたいですね。そうですね、彼の素晴らしいプレーが、まあ、公式にも取り上げられたそういうプレイヤー、まあ、あの時ルブランでしたかそうですね、ですからね。さあそのランページについては本日のゲーム2そしてゲーム6で行われます。そしてこの後の試合ですが、この後は第1試合ヤングジェネレーション VS カオスラテンゲーマーズの試合が行われます。そしてこちらの2チームのインタビューの映像が現地から届いておりますので、まずはそちらを見ていきましょう。Personalmente creemos que Young Generation es un equipo que se destaca mucho por su juego temprano. Es un equipo súper agresivo, con mucha confianza en su estilo de juego, que es jugar agresivo. Y yo creo que nosotros sabemos cómo jugarle a eso y vamos a jugar su juego y mejor. Entonces estamos confiados que les podemos ganar. なるほど、 YG の対策はできているというカオスラテンゲーマーズサイドのインタビューでしたね。そうですね、カオスラテンゲーマーズ、まあ、マクロ面でかなり強力なチームではあるんですよ。マクロをしっかりと自分たちのやりたいことを行うんですが、ただマクロが強いチームに対してちょっと苦手意識があるんですよね。ただカオスラテンゲーマーズとしては、自分たちができる動きというのが特に、まあ、ボットレーンの2人というのがかなり強力なんですけど、そこから作り上げていく、そしてティアウルフ選手というのが、かなりプレイヤーとしてちょっと特徴的で、今のタンクメタでありながらエリスというチャンピオンをピックするんですよね。カオスラテンゲーマーズ南ラテンアメリカ代表のジャングラーのプレイヤーですよね。そうですね、そうティアウルフ選手が2エリスをピックした試合、序盤からエリスが動き回ってゲームを破壊するという場面があったんですけど、まあ、彼が序盤の、まあ、マクロ面の動きを作り上げるためにも重要なプレイヤーにはなっていますね。まあ、今カオスラテンゲーマーズを話していただきましたが、まあ、カオスラテンゲーマーズ、まあ、今までの IWC 地域の試合なんかを見たことがある皆さんはこう目にしたことがあるかもしれませんが、日本のチームも戦ったことがある相手です。ただし、これまでのですね、国際戦に何度も出場はしているんですけれども、こう成果を出せていないと。そしてそこを自身もそのリージョンとしてもチームとしても気にしていて、まあ、このワールズ2017ですね、なんとかそのイメージを払拭したい、そういう意気込みを持って今回参戦はしているんですよね。そしてこれまでのシーンだと、なんて言いますか、このカオスラテンゲームズ本当にやはりこう活躍ができていないので、どういったチームなのかがもう進化が出てきていないんですけれども、デイヤさん見ていてどんなチームだと、まあ、今はマクロが強いというような話がありました。だからそうですね、マクロが強いというのもあるんですけど、まあ、特にそうですね、ジャングルとミッドからゲームを作り上げていく。ただ僕が一番気になったのは、少しオブジェクトに対しての意識が強すぎるといったところですね。というと、一つのオブジェクトを決める、例えばドラゴンであったりバロンであったり、トップタワーミッドタワーといったところを決めたときにそれしか見えなくなってしまうんですね。オブジェクトを意識するのは悪いことではないと思うんですけれど、ただサイドレーンがプッシュされているのに、ドラゴンの前で睨み合ったり、トップレーンの球で睨み合ったりしていると、他のウェーブがどんどんとプッシュされていく。一番最初はいい状況を作り上げているのでいいんですが、耐えられてしまうと自分たちの、まあ、したかったことが崩されてしまう。そしてその崩された時に特に、焦ってしまうのが AD キャリーのフィックス選手なんですね。フィックス選手が焦って一歩前に出たところをキャッチされるという場面がいくつかありましたので、まずはそこの修正といったところを行っていきたいですね。またこうやはり、まあ、こだわるのはいいんですけど、こう柔軟に目標というものは変えていかなければならないということですかね。そうです、他のウェーブをうまく整えられて全ウェーブをプッシュ状況にできているのであれば、他のオブジェクトを狙っていく動きというのもかなり簡単にできるはずなので、そこの動きを、しっかりとローテーションに組み込んでいきたいですね。あと今ですと、まあ、ティアウルフとフィックス、このジャングラー、そして AD キャリーのプレイヤーの名前が出ましたが、まあ、彼らを見ていればいいということなんでしょうか。特にティアウルフ選手ですね、
このプレイヤーを見ていればゲームテンポのコントロール、そして、まあ、マップのコントロールも非常に得意としているので、かなり重要なプレイヤーにはなっているので、そこをまずは中心に見つつ、あとはフィックス選手は、まあ、レーニングではそこまで突出した動きはないので、レーニングにおいてはミッドレーンのプルゴ選手を見ていただければいいのかなと。なるほど。ちなみにティアウルフ、どんなチャンピオンを使うんですかね。そうですね、序盤からガンクできるチャンピオン、セジュアニ、グラガス、そしてエリスですね。その序盤からガンクできるチャンピオンをピックして、序盤ガンクを刺して、どこかのレーンの主導権を取った後に相手のジャングルに対してワードを刺し、マップのコントロールを奪っていくというのが彼のスタイルですね。確か彼コーラーも務めているという話でしたね。やはりジャングラーがコーラーすることによって、ジャングルを回っている間はマップを見ることができるので、かなり柔軟なコールができると思うんですよね。そこの、ティアウルフ選手が、司令塔になり、なおかつ自分がゲームを作れるというのは、彼らの強みの一つではないんでしょうか。なるほど。さあ、それに対しての今回戦う GPL 東南アジア代表のヤングジェネレーション、今回はギガバイトマリンズが自身たちのリージョンの1位を獲得しているんですけれども、先日といいますか、少し前に行われた MSI ミッドシーズンインビテーショナルにおいて、素晴らしい成績を収めたので、1位のチームはギガバイトマリンズはすでにグループステージの進出を確定させていると。そんな中で2位のヤングジェネレーションが今回プレイインから登場したと。ヤングジェネレーションは、ギガバイトマリンズに次いでかな非常に成績のいいチームなんですね。ただやはりギガバイトマリンズと比べると少し見劣りするかなといったところですね。彼らの強みとして、まずはボットレーンのビッグコロ選手と、パレット選手、この2人が実は GPL の中では一番強いボットレーンなのではないかと言われているぐらい評価が高いんですね。ギガバイトマリンズではないんですか。そうですね、ギガバイトマリンズにも一度勝利したことがあるレベルの強さなんですね。ただその時はサポートが違ったんですが、確かリフトライバルの前ですよね。そうですね。その後はギガバイトマリンズもサポートの変更を行って、その先は勝つことはなかったんですが、ただその1勝を挙げたというのがやはり大きかったですね。なるほど。ちなみに東南アジア、そういった地域のプレーといえば、ものすごい速さのキルゲームという印象があるんですけれども、ヤングジェネレーションはどうなんですか。ヤングジェネレーションも序盤から ガシガシ攻めていきます。特に AD キャリーのビッグコロ選手は AD キャリーであるにもかかわらず超アグレッシブ。ただビッグとしては本来レートゲームキャリーと呼ばれるチャンピオンをピックしているんですが、かなりアグレッシブに仕掛けてレーンをジャングラの介入なしで有利を取りに行くというのが動きなんですね。ではヤングジェネレーションはキルゲームを行いながらもボットレーンサイドに注目すればいいと。そうですね。ただそうなるとどうなんでしょう、ジャングラーがやってくるのか、それとも 2v2 だけでも勝ってたりするのか、そのところはどうなんですか。ジャングラーの介入の回数がかなり少ないということもあって、彼らは 2v2 で有利を、キルを狙っていくというのが彼のプレースタイルですね。逆にジャングラーは、ミッドレーン、トップレーンを中心に動くので、ジャングラーの動きとしては、一番はおそらくミッドレーンにガンクが集中すると思いますね。あ、ミッドレーンに集中しますか。ナウル選手が、チームの、キャリーというポジションになっていますから、統計的に、全てのスタッツを見たときにそこまで GPL の中ではずば抜けたことはないんですが、コントロールイメージ、オリアナであったり、そういったチャンピオンをかなり好んでピックしているので、集団戦の要になっているのは間違いないですね。この、そのナウルという選手、どうやらもともとは、そのプロ選手はなかった、そしてプロ選手に引き上げられた時 そのきっかけがですね、2016年のベトナムサーバーのラダーランキングで1位になったことがきっかけで、プロになったという話だそうです。かなり直近のシーズンでサーバー1位になってるんですね。そういった意味で今回ヤングジェネレーションとしては初の国際戦なんですよね。ここのナウル選手が参戦1年目となると国際試合初、緊張がまずはあるかどうかですね。
カオスラテンゲーマーズもメンバー変わっていますが、こちらとしては国際戦何度も経験がありますからね。そして今回かなりの自信を持ってこのワールズに来ていると、そのチームのメンバースタッフが言っていますから、そのなんと言うんでしょう、メンタルの余裕というところではカオスラテンゲーマーズの方があるのかなという気もしますね。そうなるとこの1戦目は非常に重要ですね。ここを勝つか負けるかによってメンタル状況っていうのは非常に変わりますので、ここの1戦といったところをどのように乗り越えるかですね。カオスラテンゲーマーズとしては、韓国チームを除くチームに対しては負けない自信を持っていると言っていますから、当然ヤングジェネレーションにも負けられないですし、言ってしまえばフナティックに対しても負けない自信はあると言ってますからね。相当大きな自信ですね。そしてそのカオスラテンゲーマーズ、ティアウルフ、どうやらなんか面白いその経験をいくつも積んでいるというところ、なんかロールが豊富だと聞いてますけれど。そうですね、ミッドレーン以外の全てのロールを経験しているんですね。直近ですと確かサポート、そして AD キャリーをしていましたかね。ミッドレーン以外全てですか。ミッドレーン以外全てですね。なんか LJL でもね、少し聞いたことがあるような単語ですけれどまあ、LJL と結果的に全てをこなしたというような結果になったような気も、まあ、しますけれども、トップレーンはしていましたかね。トップレーンはしてなかったまあまあまあ、それはさておき、まあ、このヤングジェネレーション GPL 東南アジア代表対カオスラテンゲーマーズ南ラテンアメリカ LAS の試合がこの後行われます。現在行われているワールズ2017プレインの Day3、 行われているのは中国ウーハン、アジア最大の長さ6300キロを誇る、長江という川が流れる町の近くで行われています、うん。観光地としても栄えていまして、ワールズ その特設ページですね、 LOL の特設ページなどに行っていただけると、あの金色に輝く、まあ、分かりやすい言い方をすると、五重の塔、広角楼、黄色い鶴、そして楼という字を書くんですけれども、まあ、そういう、まあ、観光地があったりなんかもしてですね。そしてこの行われているこの会場なんですけれども、まあ、ウーハンスポーツセンターというところの一角で行われており、かなりの規模の収容人、確か1万3000人でしたか、まあ、会場の設営の仕方にもよると思うんですけれども、それぐらいお客さんが入るところで、しているよと。すごいですね。そして現在はこのウーハンで行われていますが、その後、続いてのこのステージに沿ってですね、中国の各地を移動しながらこのワールズ2017は、行われていきます現在はウーハン、続いてが広東、そして次が上海、そして最終的には、北京で行われると。このワールズ2017の開催に伴ってですね、現地ではこう限定のグッズなんかも販売されてたりなんかしてですねまあ、LOL ファンとしてはちょっと購買欲がそそられるなという感じはするんですけれども、どうにかして購入できたらいいんですけどね。こうティバーズがこのワールズのパーカーを着たグッズなんかも発売されてるそうですねそうなんですか。いやー、あのティバーズのぬいぐるみがそもそもレアリティが高いんですけど、それにワールズのフードをかぶってるっていうのはねかなり手に入れたいところではあるんですけれども、まあ、まだファイナルチケットもまだあると思いますのでね、もし中国というところ、まあ、今見ている皆さんも分かると思いますが、時差がないと。そうですね、はい、いうのが今回のワールズの、まあ、日本としては非常にありがたいところですよ1時間のみの時差でしたかね、確か。そうですね、なので選手としても、まあ、時間を合わせる必要がないのでかなり楽ですよね。なのであとは、まあお仕事の機会や、まあ、学業の機会に間が空けれれば、まあ、ファイナルを見に行けるんじゃないかなとちょっと苦しそうですけどねいやいやいや、でもそれは行く価値はありますよ。それ行く価値はもちろんあります。なんなら僕は行きたいですよありますか、カツディオンさんが行って、それでは現地のカツディオンさんってなりますかね。いやでもそれやる場合はデイワンさんも一緒に行くわけですから。ですか。いやそれはそうでしょう。飛行機はちょっと怖いので乗りたくないですね。まあ、ただその場合船体2人がいや我々が行くとそうですねいう話になるかもしれませんけどねさあ今年のワールズ2017は中国で行われているということになっています。今これカメラに映っているのはヤングジェネレーションのメンバーですね。
楽しそうに話をしている様子を見ると、まあ、初戦の前にしてはこう緊張はいい具合にほぐれているのかなという気もしますけれど、出岩さん、元選手として見ていてどうですか？そうですね、かなりほぐれているとは思いますね。僕はかなり緊張しているとき、あくびがすごい出るようなプレイヤーだったので、ここまで朗らかに笑っているところを見ると、緊張といったところは全くなさそうですね。あくびが出るんですね。そうです、僕は緊張すると呼吸が浅くなるので、あくびで、まあ、酸素を取り入れようとするんですね。なんかそういうのはスポーツ選手あるっていう風に聞きますし、結構プレイヤーのカメラ見てたりするといたりもしますよね。そうですね、あのあくびは眠いわけではなく、ただ緊張で呼吸が浅くなっているだけですので、ま、どちらかといえばこの今カースラテンゲームのプレイヤーの方が少し表情がこわばっているのかなとは思いますね。まあ、今回どうしても勝ちたい、結果を残したいというところで、逆にちょっとこう意気込んでしまっているのかもしれないですね。肩に力が入りすぎなければいいんですが、国際戦によくあるのは自分たちの本来の戦い方を忘れてしまうということではないんですけども、こう出せない、そして負けてしまうと。そうですね、初日例を出せば1日目のチーム1ですね。彼らの動きというものが一切失われてしまって負けてしまいましたが、まあ、2日目では彼らの動きを取り戻して勝つことができたので、ラテンゲーミングとしては、その、なんと言いますか、自分たちの動きをしっかりとリーグで通してきた自分たちの動きといったところをしっかりとこの国際戦で生かしていきたいですね。まあ、どのチームにも言えることではありますけれども、こういった国際戦が初めての経験を持つチームや、そして選手というのはなかなかそれが難しい、まあ、やはりメンタルのところでちょっとやられてしまうというシーンはたくさん見てきましたからね。かなり大きな舞台ですからね、緊張もとてつもないものだと思います。まあ、ちなみに電話さん、解説という面でもかなり大きな舞台だと思いますが。そうですね、大丈夫ですか？そろそろ慣れてきましたか？まだまだ緊張は解けませんねそうですか。まあワールズ、約、確かですね、7週間にわたって行われます。冒頭もお伝えしましたけれども、全日程放送予定となっておりますので、まあそれを追いながらね、だんだん慣れていけばいいんじゃないかなと思いますよそうですね、慣れればいいんですけど大丈夫ですよそして、あ、これそうですね、先日もお伝えしましたが、もう一度お伝えしておきましょうか。この会場に飾られているこの大きなモニュメント、バロン・ナッシャー、そしてエルダードラゴンのこの大きなモニュメントなんですけど、これはあの日本のクリエイターの方が 3D の CG で作成したものだそうですね。相当細かいというところもあるんですが、あとは造形としては美しいですよね。あとはなんかこう、こういう日本のクリエイターが、LOL に関わるということがなんだか最近増えてきたなと思いましたね。そうですね、そもそも日本自体が、まあ、その LOL 自体に関わってくる、まあ、回数といいますか、そういうものが増えてきましたよね。あのスターガーディアンの、まあ、今年出たのは、新しい、まあ、楽曲も出ましたけれどもその楽曲と同時に出たその、ビデオといいますか、あの、3D の CG のムービーがあると思うんですけれども、あれがそもそも日本の企業とのタイアップで作られたというのが去年の出来事でしたから。おお、それはちょっと知りませんでしたね。それからするとまた1年でまた大きなものが出たなと。あと去年なんかはその時にあの日本独自 の楽曲が、出たのは皆さんご存知だと思うんですけれどもそれが面白かったのはですね、去年のWCS のファイナルの、まあ、前夜祭のようなものが現地では行われていましてですね、はい、その時には、その会場でコスプレショーが行われていたんですけれど、その時スターガーディアンのコスプレが出た時にですね、かかっていたのが本家の楽曲ではなく日本の楽曲がかかっていたというところでちょっとしたところここ日本ちょっと勝ったなと勝手に思ってましたけど、まあ、日本らしさがありますよね。まあ、スターガーディアンの好きにそのものがね、少し日本のまあ文化に寄り添ったテーマになってますからそして現在少しお待たせしておりますが、ドラフトまでもう少々かかるようですので、皆様お待ちください。よろしくお願いいたします。さあ本日はプレインのデイ3、これからが1戦目です。そしてランページの参戦する本日のゲームはゲーム2、そしてゲーム6の試合となっております。ランページとしても2試合目
まあ、終わった後に少し休憩できるというのはかなり大きいですよね。まあ、ただどうなんでしょうね、国際戦ですからね。案外その休憩、まあ、休憩と言えるか分かりませんが、その時間もすぐに過ぎてしまうのかもしれませんね。さあ現在映っているカオスラテンゲーマーズ、この選手はミッドレーナーのプルゴですね。プルゴ選手はよいしょ、もうオリアナ、タリア、まあ、彼らのピックとしては、まあ、そうですね、カオスラテンゲーマーズのモストピックとしてはその2体が多いですね。あとそのチャンピオンのピックで言いますと、まあ、お互いそれぞれ得意なチャンピオンプールチーム同士であるとは思うんですけれども、デイ1、デイ2と見てきてですね、この7点パッチ 7.18 において使われるチャンピオン、使われないチャンピオンというのが見えてきたと思うんですけれども、このチームに当てはまる何か、もしくはこの2日間で見えてきたピックなんかはありますか？そうですね、トップレーンからは、まあ、正直そこまで出てこないのかなとは思ってたんですけど、チョガスがかなりピックされてますよね。なぜ出てこないと？やはりナーフの影響もありますが、まあ、他に、まあ、魔王界といった強力なチャンピオンいますから、それに、まあ、カウンターとして、まあ、ナーであったり、まあ、他にもプロテクト AD などをするのであればシェンというチャンピオンなどもいますから、まあ、今、まあ、プロテクト ADC、まあ、AD キャリーを守るメタといったと守るメタなので、どちらかといえばシェンのピックの方が増えるのかなとは思ったんですけど、それは全く外れて、チョガスというチャンピオンをかなりピックされているのはちょっと意外かなと。チョガスをトップレーンで使う時の目的っていうのは何になるんでしょう？やはり、まあ、タンク能力の高さと、まあ、タンク能力のそのタンク能力を上げるとアルティメットのダメージが上がるというのが、まあ、一つの利点。そして、まあ、バロンもかなり早く触るというのもあるので、あのアルティメットのダメージでバロンのスティールがされないというのも一つの魅力ですね。まあ、最近では、まあ、22分か25分ぐらいにはバロン触り始めますからね。かなり早い段階で触りますからね。その段階でのあのアルティメットのダメージというのは非常に大きなものになりますね。他には気になるチャンピオン、もしくは選手あったりしますか？選手といったところはあまり、そうですね、まあ、デイ1、デイ2の話をするのであれば、まあ、やはりスニーキー選手の動きが素晴らしかったことですね。やっぱり AD キャリーですね。さあ、ただこの2チームの AD キャリー、ビッグコールとフィックスにも注目だという話はありましたので、このドラフト含めて見ていきたいと思います。さあ、本日のゲーム1、ヤングジェネレーション VS カオスラテンゲーマーズの試合、ドラフトブルーサイドがヤングジェネレーション、レッドサイドがカオスラテンゲーマーズ。チームのイメージカラーはどちらも真っ赤なレッドですね。さあ、バーンついています。ケイトリン、シェン、そしてスレッシュ、それに対してカリスター、レクサイ、ジャーバン4世を返しています。そしてファーストピックはザヤです。やはりザヤの評価というのはかなり高いですね。ただここを、まあ、ケイトリンのバーンというのはちょっと意外ですね。それはなぜですか？アタックスピードのナーフがかなり重ねられたこともあって、キャリー力能力というのが非常に低くなってるんですよね。その中でもケイトリンをバーンしたということは、フィックス選手が得意としているチャンピオンの一つでもなりますね。あとシェンをバーンしていることを考えると、やはりこう AD キャリーを意識したバーンですよね。プロテクト AD キャリーをやられる上で、まあ、自分たちの邪魔になるチャンピオンのバーンをしっかりと行っていきますね。さあ、それに対しての返し、セジュアニとトリスタン。この返しにセジュアニに対してどういうチャンピオンをピックするかですね。序盤から眼光してゲームを動かしていくのを得意としているティアウルフ選手に対して、同じように眼光を行ってゲームを破壊していくか、それともファームチャンピオンをピックして後半からの影響力というのを上げていくか。セジュアニはティアウルフの得意チャンピオンでもあります。それに対してヤングジェネレーション、まずはグラガスから返します。グラガスというピックで、まあ、ジャングルだとは思うんですが、まあ、序盤からガンクすることもできますし、アルティメットでのキャッチ能力といったところも非常に強力ですからね。このピックは素晴らしいですね。そしてブラウムですか？ラカンではない。
おそらくラカンやアリスターをピックした時にブラムというチャンピオンをピックされて、ザヤというチャンピオンはブラムかなり苦手としてるんですよね。まあ、理由としては盾をEのシールドを貼られると羽が手前に落ちてしまうので、結果的に DPS がかなり落ちてしまう。ただブラムが今こう世界的に少し評価が下がっている理由が、そのアーデントセンサーを積んだタイプのサポートに対してできることがあまり少ないというのがあるじゃないですか。そうですね。そしてこれルル当てられましたよね。なのでここの、まあ、アーデントセンサーを積めないというのをどのようにカバーするかですね。もしくは、まあ、眼界の迷惑を積んで、まあ、アーデントセンサーを積むという可能性も十分にありますけど。いやだらそうすると柔らかいですよアリスターではないですからね。さあバンフェイ2、ナー、ジェイス、そしてガリオが見えています。まあ、トップレーンのバンを集中的に行っていきますね。キャリータイプのチャンピオンを、まあ、レン選手使うというのもあってバンを行っていきますが、ここでまだフィオラが残っている、そして魔王界も残っているのでピックの幅としてはまだまだ広いですよね。さあカオスラテンゲーマーズはチョガス、カオスラテンゲーマーズはもうプロテクトエディキャリーなのかなという感じ見えてますよね。そうですね、ここカオスラテンゲーマー、まあ、ルルーというチャンピオンピックしているというのもあってプロテクトエディキャリーの構成というのはほぼ間違いないですが、ヤングジェネレーションとしては同じようにプロテクトエディキャリーを重ねるわけではなく、キャッチアップ能力の高いチャンピオンをピックしていきたいですよね。シンドラ、レクサイト取りました、レネクトンと取りましたがどうですか。これはレーニングが強いチャンピオンをピックして集団戦にまで持ち込まないようなピックですね。そうしなければ勝てないと判断したと。そうですね、すでにプロテクトの構成をする上でカオスラテンゲーマーズの方が強いので、それに対しての、まあ、カウンターとしてレーンが強い、そしてキャッチアップ能力が強いチャンピオンをピックしていきましたね。さあそして最後に取ったのはオリアナです。お互いにかなり色がはっきりしたでしょうか。さあ構成出揃いました。デイワンさん、ヤングジェネレーションとしてはまずは序盤から動かしていく、カオスラテンゲーマーズはレートキャリー、オリアナとトリスタンのピックしていることから、まあ、集団戦を見据えて後半に対してパワースパイクを合わせた構成になっていますね。このティアルフ選手が、まあ、序盤の眼光を得意としているというのもあるんですが、このピックが彼らにとってどのように作用するかですね。序盤から攻めるのはヤングジェネレーション、そしてレートゲームに持ち越したいのがカオスラテンゲーマーズ。はっきりしましたね。この序盤の動き、ヤングジェネレーションとしては成功させなければかなり苦しいゲーム展開になるのは間違いないので、確実に自分たちのテンポでゲームを進めていきたいですね。さあヤングジェネレーションのコーチツアンクーの出したドラフトか、それともカオスラテンゲーマーズのコーチピエールの出したドラフトか、どちらが上を行くのか。さあそして序盤です。デイワンさん、どこを見ていればいいでしょう。そうですね、まずは序盤の動きとしては、まあ、レネクトンを取っていることからもトップレーン、そしてシンドラを取っているので、まあ、トップミッドを中心、ヤングジェネレーションとしてはトップミッドを中心に、そしてカオスラテンゲーマーズとしてはそうですね、セジュアニーティアルフ選手の動きですかね、どこに行くかというのはあまり予想がつきづらい、まあ、どのレーンもあまり動きが行えるようなレーンではないですからね、まあ、カバーの動きをどのように丁寧にやるかといったところをしっかり見ていきたいですね。どうやってゲームを後半に向けてカバーしていくのかと。さあそれではワールズ2017プレインデイ3のゲーム1、ヤングジェネレーション VS カオスラテンゲーマーズの試合スタートです。さあ会場は大きな盛り上がりを見せています。お互いにチームのエモートを出し合いながらのゲームスタート。カオスラテンゲーマーズはやはりボットレーンアグレッシブに仕掛けるみたいですね。それはどこから読み取れるんでしょうか。サモナースペル、そしてビルドからですね、トリスターナが、ドランブレードを選択、そしてサポートのルールがイグナイト、そしてサンダーロードを選択しているボットレーンからまずは、まあ、有利を取っていくようなキースの雷帝のゴールですね。そうですね。さあそしてジャングルのスタート位置もこれはボットレーンに行けるコース取りをしようとしていますか。
やはりドランシールドとドランブレードとなると長期戦になるとかなり苦しくなりますからね。なのでできればボットレーンの介入を先に行うためにこうラプタースタートといったところを優先していますね。さあそれに対してヤングジェネレーションはジャングラーのビーナスに対して手厚いリーシを行いますが、さあしっかりとレッドバフを渡すことができました。そしてカオスラテンゲーマーズとしてはすでにボットレーンに2人を送り込んでボットをプッシュしてアドバンテージ作っています。やはりボットレーンにリーシをしてもらってなおかつ早い段階でのジャングルクリアを望んでいることを見るとトップレーンそしてミッドレーンの意識というところはヤングジェネレーションとしては非常に高そうですね。ではこの後ビーナスどこに行くか。ただおっとさあリバーの中ティアウルフはレベル2ですよ。そこに対してビーナス仕掛ける。さあ体力大きく削れる。お互いにレッドバフは持っていますよ。さあフラッシュは当然、そして回り込んでいる。レンが回り込んでいると。ただブラストコーンがあるのでなんとか逃げ切れます。いやかなりヒヤッとするシーンでしたが、まあ、レベル差といったところで全く当たり合いが起こせませんでしたね。そしてトップレーンの主導権もヤングジェネレーションズにあったことから、まあ、夜動きができなかったのでフラッシュを吐かざるを得ませんでしたね。さあまずは一つヤングジェネレーションが動かしていきました。さらにはカウンタージャングルの動きも行っています。ただボットレーン押し込んだということもあるでしょうが、カオスラテンゲーマーズのボットレーンが大きな体力のアドバンテージを作っています。さあビーナス大きなクルーグは抑えました。レンも寄る動き、さらにはマンタライヤの体力も大きく削れたでしょうか。クルーグをやめる素振りが全くありません。これはただリーシをしただけという形になってしまいましたね。なんとかして止めたかったんですが、その意も介さず、ジャングルクリップを続けていたのでどうすることもできませんでしたね。さあ YG のボットレーンは押し込まれ続ける非常に苦しいレーン展開です。ミッドレーンもシンドラというチャンピオンは序盤はかなり、ね、強いですからね。ミッドレーンの主導権争いというところもヤングジェネレーションが勝っていることからかなりティアウルフ選手としては立ち回りが難しそうですね。ただカオスラテンゲーマーとしてはこの時間必要なのは耐えることが最も重要なんです。おっとヒールを使用しました。タワーについていたヨードルグレネードを警戒してのヒールです。さあ寄る動きを見せているのはビーナス。さあブリンクインから Q はフィックスかわしている。逆にスローのスキルから返していますよ。ここはカバーの動きをするためのガンクでしたが、もううまくカウスラテンゲーミングさばいてますね。さあ3人をかけましたがボットレーンの2人帰らざるを得ません。さあレーニングボットレーン完璧な有利を作ったのはカウスラテンゲーマーズ。アグレッシブなレーンから自分たちが有利を作っていくという動きを得意としていたんですが、ドラムシールドそしてバリアヒールの選択というところがかなり響いてますね。あとはやはりブラウム先出しというのが個人的には気にかかるんですが、そうですね、ザヤというチャンピオンでブラームが辛いのは分かるのですが、この段階かなり早い段階でブラームを出してしまうとカウンターチャンピオンというのをピックされてしまいますからね。そこのピックの仕方といったところで一つ不利を背負ってしまっていますね。ナウルレベル5からトップレーンに動く面白い動きは見せましたが、ここのガンクも成功させることはできませんでした。さあただこのナウルがレベル6になればヤングジェネレーションとしてはまあここにビーナスを呼び込む、そういう動きもできますよね。でまずはこのレベル6を先行する、まあ、先行せずともレベル6になったタイミングでフラッシュインフラッシュのスターンからしっかりとキルにつなげていきたいですね。ただしミッドレーナーお互いにサモナスペルはクレンズです。すぐさま逃げるそういう動きはできるサモナスペルを選択しています。クレンズが発動してフラッシュが発動してもシンドラのアルティメットでうまくキルを取り切ることができればいいんですが、それもシールドがあるのでなかなか難しいですね。そうなるとサイドレーンに移動してからまあ、特にトップレーンですか、トップレーンの有利を取って一気にキルにつなげていくのがいいんですが、ボットレーンこれは仕掛けているのはビッグコロ、さらにはパレット、フィックスは一度ブリンクを使います。体力のアドバンテージを握りました。
CS のところで大きな不利を背負っていますが、ただここにナウルがやってくれば十分キルは取れる。アルティメットはある。さあ視界には映った、視界には映ったフラッシュもありますが、さあどう逃げる。 EQ はフラッシュで避けて魔力の本流スローは、ここヒールを切って逃げ切ることに成功していますが、ここでスタンが入りきる。ファーストブラッド獲得はビッグコロ。これは先ほどの当たりナウル選手のセットアップのためだけに当たり合いを起こしましたね。さあプルゴも寄ってはきますが、おっとクラッシングからショックウェブ2人に決まっている。バレットが盾を張ってダメージを軽減しています。さらにはテレポートでレンがやってきた。スタンに対してはすぐさまクレンズで反応していますが、レンは追撃する判断をしています。さあプルゴ先ほど攻めにフラッシュは使ってしまいました。1キル獲得レン。ここでブラームというピックが行きましたね。シールドを張ることによってダメージが低減されていたのと、ビッグゴロ選手にオートアタックが届かなかったことでキルを取り切ることができませんでしたからね。さあ2キル獲得ヤングジェネレーション。あ、カオスラテンゲーマーズとしてもボットレーンは大きな有利、 CS の有利を作っているので、そこまでゴールドの差はありません。でここからのビッグフィックス選手がどのように動くかですね。さあビーナスボットレーンによる動き、マナーもありません。アルティメットまだ覚えてはいませんが、これはカバーしたいということでしょうか。そうですね、リコールのタイミングを作ってあげたかったという動きですね。確かにタワーの体力もう残り半分しか残っていません。ここでボムトリスターのいいヨードルグレネードをつけられると一気にタワーの HP2 割ほどになるので、ガンクのセットアップをされてしまうとタワーをただ明け渡すだけの動きをするしかないですからね。どうにかして守っていきたいですね。 KLG としては逆にどうしますか。ここ狙うでしょうか。おそらく狙うと思いますね。やはりタワーのファーストブラッドボーナスといったところをトリスターナに上げることによって650ゴールド、ゴールドを入れる。そしてレートゲームキャリーのレートゲームキャリーですので、ゴールドの有利を作り出すことでゲームを楽にキャリーできる、まあ、その動きを狙っていくとは思いますね。ただどう作りますか。先ほどサムナースペルはイグナイト以外全て使ってしまったんですよ。しかも眼光を食らってしまった後ですから、狙うにしてもチーム全体で動かなければというような気もしますが。そうですね、テレポートがマンテラー選手がないことを考えるとかなりセットアップとしては難しいですね。なのでティアルフ選手とプルゴ選手がミッドレーンの主導権を取ってから2人でボットレーンに向かい、当たり合いを起こさず、まあ、当たりを起こさない状態にしてタワーだけを確保する動きというのが重要になりますね。ただシンドラに対して取れますか、ミッドレーンのコントロール。なので、まあ、クレーンズフラッシュを使わせるためにティアウルフ選手がアルティメットを使用しながらガンクをする動きが重要になりますか。一度このナウルのサモナスペルだけでも使わせなければいけないと。そうなればレーン、まあ、前にガンガン出てくるということができなくなるので、そのサモナスペルのサモナスペルを使わせる動きがかなり重要になります。今こうして、まあ、十分なおら余裕がある動きをやめさせるということですよね。そうですね、その前にセットアップを後ろから狙ってはいますが、かなりのレンジがあります。アルティメットグレイシャルプリズムは持ってはいますが、さあブラストコーンで入った。いやこれブリンクインで入りましたか。いやブラストコーンで入っていますね。ボットレーンのガンクというのは非常に難しいと思うんですよね。まずブラームのシールド、そしてビッグコール選手のアルティメットでディスエンゲージができる。そうなるとキルまで取り切るというのは難しいですね。バリアとヒールもあるのでダメージが足りない可能性の方がかなり高いので、ここはミッドレーンのガンクを行った方がいいとは思うんですが。さあただミッドレーンからナウルが降りてきている。さあティアウルフ映っているぞ。ここは KLG も引く判断をしました。さあボットのタワーをめぐってお互いに戦略をめぐらせます。そしてトップレーンの状況ですが、先ほどレーンキルは取りましたが、マンタレは十分にファームはできているようですね。テレポートをしていなかったということもあってですね、もしお互いにテレポートをしていれば、まあ、レーン選手が有利を CS の有利といったところを取れていたんですが、今回マントライア選手はテレポートがクールタイム上がっていなかったということもあってテレポート使用していなかった、まあ、その結果、まあ、CS 差といったところが生まれてますね。ただテレポートを使用していなかったということもあるのでその差を利用しなかったんですが、レーン選手のテレポートが上がってしまいましたね。ただマントライアも
テボと上がっています。そしてグローリーが完成しました。このコアビルドの差を利用してどこかにガンクのテレポートというのを行いたいですね。ミッドレーンプルゴを捕まえた。クラッシュはまだ上がっていません。ショックウェブを使って時間を作りますが、ここでビーナスのアルティメットおごりによってダウンです。1キル獲得はまたしてもヤングジェネレーション。それに対してカオスラテンゲーマーズはボットレーンのタワーを狙う動きです。お金をフィニックスに全て集めました。650ゴールド。このギリギリのビーナス選手が寄ってきているにもかかわらずギリギリのタイミングでよく分け渡せましたね。キルは取られてはしまいました。ただこれミッドのタワーが割れるとまたトレードどうなったのか難しくなりますが、ミッドレーンの需要が高いですからね。さあトップレーンレーンアルティメットを使ってマンタライアを追いかけますが、マンタレスにアーマーをしっかりと積んでいます。硬いですね。そしてレベル差もあるぞ。さあ捕食を使ってグローリーここから発動追いかける。待てよレン。さあサイレンスはかわしました。さらにはブリンクアウトでなんとか逃げ延びることに成功しました。いやタワー一発引いてしまったのが大きいですね。もしタワー一発 引いていなければまだ十分に体力が残っているので当たりを起こすことができたんですが、あのタワー一発で状況がひっくり返ってしまいましたね。さあレンはテレポートを使ってレンに戻ります。さあそれを見てからでしょうか。カオスラテンゲーマーズすぐさまインファーナルドレイク返しています。マンタライアはテレポートはありませんがここで一度リコールに入っている。ジャングラーのヴィーナスやっていることは確認していますが妨害はできません。インファーナルドレイク獲得はカオスラテンゲーマーズ。ミッドレーンとボットレーンがリコールしているということもあって邪魔をしに行くことはできませんでしたね。ただここでトップレーンにジャングラーがいないことは分かりきっているのでトップレーンのタワーを、余裕を持って破壊することができますね。このゴールドでブラッククリーバーが完成するとまたトップレーンの力関係というのはひっくり返りますね。さあトップのタワー破壊しました。そこにやってくるのはマンタライア。これ勝てるというような動きですね。さあ待てよと。さあ E のスローから一度追いかけて Q はレーンうまくステップを踏んでかわしていますが追いかけてくる追いかけてくるぞ。まだフラッシュありますからね。さあそしてグローリーのクールダウンが上がります上がります。さあ上がった。発動する。当然発動する。追いかけるフラッシュインスローをかけてサイレンスからただこれスタン。そしてセベクの怒りを使って時間が過ぎますがタワーダイブタワーダイブそして捕食で美味しくいただきました。1キル獲得。トップのマンタライヤアルティメットが上がる時間までうまく耐えることができたんですがすでにマンタライヤ選手がフラッシュを使わせていたということもあって逃げ切ることができませんでしたね。この当たり合いが勝てる判断というのも本当に素晴らしいですね。そしてデイワンさんトップレーンのレーンをスノーボールさせなければいけないという話も出ました。そして KLG はキルのところでは負けてはいますがインファーナルドレイクを持っている。さらにはトップのファーストタワーを破壊してトリスターナにお金を集めているんですよ。これゲームの状況としてはどっちがうまくやってるんでしょう。カオスラテンゲーマーズがかなりうまくやってますね。やはりレクトンというチャンピオンが序盤強いのを利用してトップレーンから作っていくのが一番理想的だったんですがそれをうまく行えていなかったのでここはピック選手にゴールドが集まっていることもありカオスラテンゲーマーズとしてがカオスラテンゲーマーズの方が有利になっていますね。さあそしてスワップです。次の狙いがトップに変わりました。そしてこのトップレーンも破壊もフィックス選手にゴールドが集めることができればインフィニティエッジが完成している。そして次の、まあ、ジールですか、まあ、完成した段階でかなり高いダメージが出るようになるのでここは何とかして止めたいですね。ちなみにインフィニティエッジラッシュというのは最近、まあ、よく見るような気もしますがこれ通常のBF ソードを積んでハリケーンやシブを積む、はい、そういう動きとは何か狙いが違うんでしょうか。タワー CG の速さですね。純粋に音叩くダメージがプルゴショックウェブからナウルを狙う動きでしたがここはパレットが反応しましたしていましたがグレイシャルプリズン捕まえてそしてここにマンタライアがなぜか歩いて寄ってきているそしてトップルンドおっとビックス1対1でビッコロ狙ってしかしここはアルティメットからのスネアで返していますがここはスローの駆けつけアルティメットが間に合いました。1対1ならばビッコロ勝っていたでしょう。お互いにレベルの高い当たり合いを行っていましたね。さすがにフラッシュとヒールがない。さあもう一度追うナウル。魔力の本流はあります。さあスタンが決まった。しかしそこ横からやってくるのはティアウルフとこのマンタライアサイレンスでキルを持っていく。
ただ逃げられないのを即判断してアルティメットを使ってフィックス選手をキル取っていくナウル選手の素晴らしい判断でしたね。ただここ玉尾が取られてしまいますか。1-1のトレード、タワーは守りました。マントレア選手歩いて寄ってきていてテレポートでボットレーンを守っているんですね。ボットレーンから歩いてミッド2機、そのままトップ2機そしてボットに戻ったとかなりの大移動を行ってますね。まあ、マンタライアという名前がそのマント、まあ、マンタですね、海にいるマンタから取っているようなんですけれども、まあ、回遊魚ではありますけどねサモナーズリフトを回遊してどうするんだという感じもしますが、まあ、素晴らしい動きを見せていました。ただ先ほどビッグコロ選手とフィックス選手の 1v1 相当面白かったですね。ビッコロ選手がうまくフィックス選手にタワーを引かせることはできたんですが、それでもダメージがギリギリ足りなかった、お互いにギリギリ足りなかったんですよね。ただもう一度トップレーンを狙う動きです KLG。 それに対してミッドのタワーを狙いに行く、これはもう体力がないので明け渡したということになるでしょうか。ゲームテンポを早めたいというゲームテンポを早くして、ヤングジェネレーション通常は動かしていきたいので、このとミッドレーンの破壊というのは非常に大きなものになりますね。ここからミッドレーンからサイドトップレーンボットレーンの視界というのはヤングジェネレーションサイドに有利が取れるようになるので、ここからの動きが重要になりますね。ただしリフト、ヘラルド、トップレーンサイドに先にローテーションしたそのチームが得られる、特にまあデッドサイドが得られる有利ですね。ここは欲しかったのは本来ヤングジェネレーションですね。ゲーム展開を早めるためにもこのリフト、ヘラルドのバフというのは非常に大きなものになりますからね。これがあるだけで次の先手が取れますよね。どこかにローテーションしたタイミングでジャングラー、ジャングラーというよりもリフトヘラルドのバフを持っているプレイヤーが反対側にいた場合、タワーを1本確実に獲得できますからね。そして残っているファーストタワーはミッドのみです。この後のビッグコロ選手の動きですよね。ビッグコロ選手もアグレッシブに仕掛けるという、まあ、先ほどのトップレーンの当たり合いでも分かるとは思うんですが、アグレッシブに仕掛けるというのもあるので AD キャリーからイニシアとかできるプレイヤーだと思うんですよ。なのでここから一度集団戦を行って勝ちに行く動きというのは十分に考えられますね。ただ YG のトップレーンのレンのビルド面白いですよ。これウィンドキングブレードですよね。これ 1v1 絶対に勝つぞというビルドですね。逆に集団戦になるとちょっと弱いアイテムビルドですよね。ただこのビルドの選択というのは非常に素晴らしいですね。カオスラテンゲーマーズはそもそも集団戦が非常に強い構成になっているので、集団戦を行わないためにも 1v1 のビルドにするのは非常に大事ですね。なるほど。さあそしてドラゴン前のところ仕掛けます。おごりでヤウフを捕まえた。トップレーンからレンが寄ってきて、アルティメットも展開しています。まずがスローダウン、これはビッコロの球になりました。レン、おっとブリンクをミスってしまったか合流はできませんでしたが1キル獲得、ヤングジェネレーション。マウンテンドラゴンの獲得によってタワーの破壊スピードというのが速くなるヤングジェネレーションズとしては、このドラゴンの確保といったところは非常に大きなものになりますね。さあマウンテンドレイク獲得です。スロー選手をキル取れているというのもあるので、視界の優先権、視界の有利を取れる状態は、ヤングジェネレーションズにあります。そうなるとまずはバロンサイドの視界を取りに行きたいんですが、バードがすでにありませんでしたね。さあこれで続いてのドラゴンはオーシャンドレイクになります。試合時間も20分経過しました。20分30秒というところ、グローバルゴールドのところでは2000ゴールドほど有利を取っているのはヤングジェネレーションです。ただ今だいぶ巻き返しましたね。1800ゴールドほどですか。そうですね。先ほどのレッドバフティアウルフ選手がカオスラテンゲーマーズのレッドバフをティアウルフ選手が獲得しているんですが、ここはもうすでにフィックス選手がレベル11にもなっているので、フィックス選手に渡した方が良かったのとは思うんですが、ティアウルフ選手がまだ小競り合いを起こしていく動きのためにレッドバフを取りましたか。自分がこう前線に立って仕掛けていきたいと。そうなりますね。さあローテーション、ヤングジェネレーションはトップレーンを押し込んでいるのはエディキャリーのところ。しかしここで一度リコールに入ります。ボットレーンにはレンがいます。テレポートはありません。それに対してマンタラギアはテレポートがすでに上がっている状況。
ビッグコロ選手としてはエッセンスリーバーとスタティックシブがすでに完成しているので、一度集団戦というよりも、まあ、バロン前のベイトで小競り合いというところを起こしていきたいですね。この時間であるならばトリスターナよりもまだザヤよりもザヤの方がより多くダメージを出せるはずなので、ここでトラップを仕掛けて一度当たり合いたいですね。アーデントセンサー完成してますけど大丈夫ですか？じゃあアーデントセンサーを持っているルルから落とせばいいです。なるほど。逆にここが大事になってくるということですね。そうですね。ここでじりじり時間をかけているとアーデントセンサーを持ったトリスタンドが猛威を振るい、一人でキャリーできるような状態にもなってしまうので、まあ、まだレベルは11、レンジもそこまで伸びていませんからね。さあそしてこれミッドレンのリフトヘラルドは時間切れでしょうかね。そうですね、時間切れで出さざるを得なかった。ただここでミッドレンの球が半分削れたというのは大きいですね。次の集団戦うまくカオスラテンゲーマーズがやることができれば、ミッドレーンの球半分削れているというのがあって、トリスタンドのヨードルグレンドですぐに破壊することができますからね。そしてマンタライアの中ガスなんですが、この時間にしては随分大きい気がしますが、スタッカーいくつ溜まっているのか。そしてタワーダイブ、後ろから大きなモンスターがやってくる。ただしナウル、ここにはバンシーがありました。スキルは当たっていません。そしてその圧力によって、いや圧によって、ミッドレーンのタワー破壊はカオスラテンゲーマーズです。いい圧でしたね。いい圧でしたね。先ほどのリフトヘラルドの突進というのをしっかりと利用して、カオスラテンゲーマーズはミッドレーンの球を破壊することができたので、時間切れの使い方としては非常に素晴らしいものになっていますね。さあなんとかヤングジェネレーションここから勝ち切る、そういったゲーム展開を作りたい、そういう状況です。時間、ゲーム時間が30分を超えると、おそらくトリスターナ・フィックス選手にもう一つクリティカルアイテム、おそらくラピッドファイアキャノンだとは思うんですが、完成してしまうので、その前にもう少しゲームを動かしていきたいですね。さあその動き、まずはミッドレーンプルゴに対してナウルがアルティメット、さらにはフラッシュとクレンズ全てを使って仕掛けたようですね。そしてミッドレーンは今帰って、檻から2人を捕まえた。ただミニオンがいません。おお、フィックス強気だ。相当アグレッシブな動きしますね。ここはおそらくトップレーンの CG をさせるために、まあ、ソロキルを狙うような動き、まあ、一度リコールさせる動きですね。ただそこをなんとかフィックスとスローの動きによってさばききったようです。一度 YG リコールに入ります。そしてバロンも湧いているというところで、ティアウルフがバロン前の視界のコントロールに向かっています。ただその様子をパレットがこっそりブッシュから見守ってはいますね。さあバロンを怒らせて。いやらしい動きですね。さあ自身も視界の確保を行います。確かワーモグを持っているということがあって、 HP の削るというのはほとんど無意味になってますね。さあレンの王剣も既に完成しています。さあそれに対してマンタライア、そしてティアウルフ、この2人のフロントラインがもうワーモグも完成していますからね、かなり短期になってきましたよ。ただこのワーモグというアイテムはこのレーン選手のビルドに対してかなりカウンターになってますよ。レーン選手の方が、ルインドキングブレードを持っているということもあってダメージが通りやすくなってますね。体力の割合によるダメージですよね。そうなんですよね。なので、まあ、できればカオスラテンゲーマーズとしては集団戦を行いたい。ただこの集団戦を行いたい動きに対してレーン選手がしっかりとスプリットプッシュを行っていることってなかなか行えませんね。ここからレーンはもう一緒レーンに張り付くと。そうですね。そしてヴィーナスとナウルの動き、ボディスラム、バンシーを剥がしておごりで手前に引き寄せて魔力の本流最後を切ったらうまく逃げて、ま、そして大きくなれ、間に合った間に合った。そしてティアールからのショックウェーブ、最後フィックスのキル。さあ氷河のレコを使っていますがダブルキル。そしてフィックス最前線だ、最前線で火力を出しに行く。もう一度飛び込めるか。いやここでやめてバロンに切り替えますカオスラテンゲーマーズ。いやそこプルゴ選手生き残りますか。姿が見えた瞬間にスロー選手そしてティアウルフ選手が寄っていたということもあって切るまで取り切ることができませんでしたね。さあ早いですよ、ジャングラーはいません。そして反転する判断です。さあマンタライアのグローリースローからですがバロンのリセットはかかっていません。もう一度継続します。ティアルフ選手とプルゴ選手集団戦に要となるアルティメットがない状態ではあるんですが人数が足りませんね。さあスティールはさせません。ここはマンタライアが捕食で抑えました。バロン獲得、カオスラテンゲーマーズ。このバロン獲得はカオスラテンゲーマーズとしては非常に大きいですね。スプリットプッシュをしてくるレーン選手に対してのカウンターにもなりますからね。さあ先ほどシーンもう一度見てみましょう。
C の選択が行きましたね。ギリギリ。いやルルちゃん様々といったところでしょう。スローのアルティメットによって生存しました。ここはヤングジェネレーションズが狙い通りの動きをできたんですが、ブルゴ選手のビルドの選択ですね。マーキュリーブーツ、そしてバンシーを積んでいたことによってシンドラ・ナウル選手のダメージがほとんど通らなかったですからね。さあバロンバフを持ってヤングジェネレーションに対してカオスラテンゲーマーズプレッシャーをかけに来ます。レンがなんとかボットレーンを押し込んではいるんですが、さあどうする。もうタワーが割れてしまいます。非常に速いビルドということもあってレン選手としては集団戦は行いたくないはずなんですよね。ただこのバロンを持っている状況であるとトリスターノの、まあ、オートアタック、そしてヨードルグレネードによるタワー CG 能力の高さで寄らざるを得なくなるんですよね。さあそして今度はトップのセカンドタワーを狙いに行きます。ここをどのようにして守りきるかですね。セカンドタワーを譲ってもいいので、まずはサードのインヒビタータワーを守っていきたいですね。さあレンはもうリコールする様子はありません。テレポートは持っていませんが押し込み続けます。ここを一貫して行えているのがいいですね。ただもうこうするしかないわけですよね。そうこうするしかないんですよ。だってレン選手としては非常に素晴らしい動きができているんですが、ここにもアントライア選手がこう止めに行ってますね。出ますね。さあそしてそのまま攻め続けます。スケール G、これカオスラテンゲーマーズの動きによくあることなんですが、ここで、このトップレーンのインヒビター弾に集中しすぎて別のレーンがプッシュされてしまって、弾を取られてしまうという動きがたまにあるんです。たまにというのもよくあるんですね。なので、まあ、マントライア選手が守っているのはあるんですが、ミッドレーンのプッシュウェーブといったところもしっかりと有用に使っていきたいですね。さあなんとかパレットが盾を張ってトリスターナのオタタクを解除しようとしています。おごりでキャリー2人を捕まえたが、すぐさま逃げている逃げている。ナウルの攻撃が届きていない。そしてグレンシャルプレゼンでやり返した。ただナウルも素晴らしいフラッシュアウトで対応しています。そしてすぐさま駆けつけてくるのはトップレーンのマンタライヤー。体で味方を守ります。なんとかさばききりました。ノーデッドです。いやー素晴らしいおごりでしたね。キャリー2人を手前に引き寄せることによってフラッシュを吐かせる、そしてダメージが出せない状況を作り上げたことによってヤングジェネレーションズはバロンを持っている相手に対してかなりうまく立ち回った動きができましたね。さあこれによってバロンバフの時間も残り17秒16秒というところで、まあ、無効化されたと言っていいでしょう。結果的にはミッド、そしてトップレーンのセカンドタワーまで破壊しました。ただこのタワーを2つ破壊したというのは大きいですね。トリスターナにゴールドが入るということがかなり重要なので、非常に大きなゴールドを持っていると思うんですよね、トリスターナが。そしてサードアイテムまで完成させて、その後に選んだのがヘクスドリンカーですね。完全にシンドラの対策ビルドですね。シンドラーからワンショットで落とされない限りは、まあ、自身が集団戦で十分に戦えるという判断ですね。そしてプルゴもオリアナを持っていますから、キャリー2人非常に狙いづらい状態になってきましたね。ここからビルドをどうするか、プルゴ選手がまずしばらくリコールしていないというのもあるので、ここのビルドの選択といったところをどうするかですね。このまま仮面を強化するのでもいいんですが、ボイドスタッフを積んでもいいと思うんですよね。さあ先ほどの画面下部に表示されたのは、まあバロンの時間を使ってどれだけカオスラテンゲーマーズが有利を掴んだのかというところで、まあ、1700ゴールドほど有利を広げたということでしたね。さあそしてパレットを捕まえていたのはジャングラーのティアウルフ、ここはフラッシュアウトで対応しました。バロンがなくなったというのもあって、この後の動きですね、カウスラテンゲーマーズはもう集団戦得意なので、集団戦が得意な構成をしているのであれば、まあ、トップレーンの今バロンもドラゴンも上がっていない状態なので、レン選手をキャッチアップしてから集団戦を行えば、まあ、カウスラテンゲーマーズとしては当たりを起こすことなくインフィタータワーの獲得ができると思いますね。逆にヤングジェネレーションはそれに対してどう動きますか。そうですね、まずレン選手が、まあ
ワードがないのでかなり難しいとは思うんですが、まあ、自身の危機察知能力でそれを回避しつつ他のレーンのプッシュをするというのが重要になってきますね。難しいことを言いますね、デイワさん。そうなんですよね、かなり難しい状況に立たされているのは間違いないので、その動きが重要になってきますね。それを乗り越えなければならないと。そうなりますね。まあ、試合時間も31分と長くなってきて、トリスターナのビルドも揃ってきましたからね。そしてフロートライン、チョガスと選手ラインの硬さといったところも際立ってきてますからね。そしてレーンを狙う動き、これですね。さあ先頭は AD キャリーのフィックスです。さあジャンプインからレーンを狙いに行く。さあ CC をかけて逃すことなくキルを取っていくのは KLG、 そしてスキルを避けてから返していくのはブルゴのこのスキル回しが素晴らしい。でこの状況になったとすればスプリットプッシュをしてくるレン選手、唯一の脅威であった、まあ、彼の存在がいなくなったということもあって集団戦の形、つまり5対4の状態を行えるようになるので、カオスラテンゲーマーズとしては自分たちが今一番したい動きというのができるので、ヤングジェネレーションズとしてはそこを警戒してまず当たりを起こさないように何とかしてウェーブクリアを行っていきたいですが、さあ割りたい割りたい、横からグレイシャルプリズン、ナウルを狙いに行く。捕食のダメージがとてつもないぞ。さあただナウルなんとか生き残っているが、その間にタワーを破壊できているのは KLG、 そのままインヒビターを狙います。さあインヒビター破壊はカオスラテンゲーマーズ。このまま追いかけても面白いですね。レン選手が後ろからテレポートで入ってきますか。入りましたね、入りましたね。さあレンのテレポート、ただエンゲージのグロリーのようなスキルは持って、アイテムは持っていないでしょう。さあどういくどういく、いや体力が、そしてバックラインが追いつけるのか。いやカットされている、ディアウルフにカットされていることによってキャリーに飛びつけない、飛びつけない、エンゲージができません。逆にこれエンゲージ仕掛けてくる可能性ありますね。さあディアウルフのアルティメットはまだ上がっていません。ヴィーナスステップでスキルはかわしてはいますが、移動速度を上げてフィックスに触られれば一瞬で体力が減っていく。そしてスタンで捕まえた、捕まえた、もうジャンプインだ、ジャンプインだ。ただとてつもないダメージによってフィックスダウン、さすがにやりすぎた。そしてナウルが横からツーマンスタンを決めています。ただプルゴは残っている、キャリーの1人のうちは残っているぞ。ただこれビッグコロが非常にダメージが出しづらい位置だ、全く叩けていない、全く叩けねえ。ただレンがプルゴに対して素晴らしい張り付きを見せていますが、ここでだ、またしてもマンタライヤが暴れている。そしてティアウルフのスタンから2人を捕まえた、2人を捕まえた、ナウルが助けに入っているんですが、ティアウルフ体力が少ないからもう一度飛び込んで1キル獲得はプルゴ。さあこの戦い4キル獲得はカオスラテンゲーマーズです。いやかなり切羽詰まった集団戦をしましたね。カオスラテンゲーマーズとしてはワーモグースの選択といったところが非常によくいきましたね。トップレンドとウーバーを走ってきた、いやグローリー発動を狙っている。ただここで加速が切れました。マナがなかったので QE のコンボは使えないだろう、スタンのコンボは使えないだろうといったところで仕掛けていきましたが、ギリギリマナが残っていましたね。いやこのワーモグの選択で、体力マックスですね。ヤングジェネレーションとしては当たることができませんね。もし当たったとしたらそのワーモグハートのが活動する5秒間のどれだけ計測させつつ当たり合えるかになりましたから。さあ今の動きによってバロン獲得、カオスラテンゲーマーズ。さあその集団戦もう一度見ていきましょう。ここのスピードバフが非常によくいきましたね。ここビッグコロ選手が立ち回れるポジションじゃなかった、素晴らしいダメージを出すことによってフィックス選手を落とした。ここキャリーが1人なくなったことで集団戦の形としては非常にうまく作ることができるようにはなったんですが、マントライ選手のダメージそして存在感といったところでビッグコロ選手とナウル選手がかなり立ち回りづらくなってますね。ここの動き素晴らしいですよ。フラッシュをしてスネを当てることによってナウル選手を生き残らせる、そのなおかつダメージが出させる状況を作り上げることができたんですが、それよりも HP 体力とダメージがすでにカオスラテンゲーマーズはとんでもないことになってましたね。そしてグレーシャルプズ、いやしかし避けました、素晴らしいアルティメットスピックコロ、九死に一生を得ましたが、ただその間にオブジェクト破壊していますカオスラテンゲーマーズ。レンはミッドレーン、ここをマンプラヤ選手がトップレーンプッシュしても面白いですけどね。バロンバフを持ったスーパーミニオンにネクストスターを殴りに行かせることによって、ナウル選手もしくはビッグコロ選手が対処に向かわなければいけなくなるので、その動きをできれば
カウスラテンゲーマーズとしては非常にかな非常にというよりもかなり楽に球を獲得することができますね。これはあれかもしれませんね、出川さんの話でちょっとオブジェクトに、集中してしまうというところが少し出てしまっているのかもしれませんね。そうなんですよね。こただここも止めることができませんね。ただ体力が尋常ではないチャンピオンが2人いることによってですねタワーが合ってないようなものなんですよね。タワーを引けばいいだけの話になってますけど、おいやこれはおごりからうまく逃げましたね。打ち落とすことはできましたが手前に引き寄せることはできませんでした。そしてインヒビターに到達しました。さらにはネクサスタワーが削れていくぞ。さあティアウルフブリンクを使ってバロンのバフを無理やりミニオンにかけようとしましたね。少し間に合いませんでしたが、おっとミニオンはいないんですが、ミッドのタワーを破壊していくのはカオスラテンゲーマーズ。7発8発ほどタワーのダメージ受けたんですけどね。もうティアウルフ選手がダメージ、まあ、ワームの心臓が発動すれば、はい、132回復してますね。もうすでに集団戦ができる形になりましたね。なりましたね。さあ152ずつ回復しているのはマンタライア。そして体を張っているタンクを稼いでいるうちにサインヒビタ破壊、そしてそのままガグルソンプレート発動の状態でゆっくりゆっくりゆっくり YG を押し込んでいく。ここはもう無理やり当たる必要がないですか、ね、インヒビタタワーインヒビタを3つ獲得したのであれば、あとはミニオンの到着を待ってバロンバフをつけるだけでもうネクサスタワー引いていればネクサスまで破壊することができるので、もうここは無理に当たる人がないですよね。さあトップのインヒビターが復活はしたものの一瞬で破壊されます。3秒の命ですね。さあそしてじわりじわりと攻め上がっていく。そしてビッグコロが打ち上がったのを見てマンタライエが美味しそうな獲物があるなと近づいていきましたが、さすがに CC で捕まっている。しかしダウンしない、ダウンしない、全くダウンしない。タワー残ってるんですよ。それでもダウンしない。ただティアウルフは受けダメージを受けすぎたから、ここで一度フラッシュアウトです。さあすでにレンがダウンしている状況か、耐えてはいるものの、すでにネクサスタワーが壊れてしまっている。さあそしてそのままネクサスを破壊してこのゲーム勝利したのはカオスラテンゲーマーズとなりました。自分たちの形をカオスラテンゲーマーズとしては耐え切ることができましたね。ビルド選択によってシンドラーというチャンピオンが、何もできなかった、ミッドレーンのソロキルというものを行えなかった、逆に耐えることによって味方の合流を待ってキルを取ることができた。そして何といってもタワーの明け渡し方ですね。トリスターナにゴールドを集中させることによってダメージの総量を上げる、パワースパイクを早めることができていたので、ヤングジェネレーションズとしてはそこをなんとかして止めたい、もしくはトップレーンのドミネートといったところをまずは狙っていきたかったんですが、そこの狙いといったところを、まあ、うまくできなかった、むしろくじかれてしまった形になってしまいましたね。こうレーン選手後半しっかりと自分の仕事はしてはいたんですけど、ちょっと間に合わなかったといいますか、序盤からの動きがもっと早く、そうです、ソロキルがされた時点でかなり厳しくなりましたね。そうですね。さあそしてこれによってカオスラテンゲーマーズは国際戦において、まあ、まずは一勝しっかりと自分たちのこのワールズに出た意味を、まあ、まずは一つ示せたのかなというところです ね。そしてこの後インターバルに入らせていただきますが、ゲーム2ランページ VS 香港アティテュードの試合が行われます。そしてこのゲーム2の前にですね、スペシャルゲストとしてランページよりメロン選手にお越しいただきまして、試合前のランページについてのお話をお聞きしたいと思っておりますので、それでは一旦失礼いたします。